ユナイテッド、バイエルンとの馬鹿試合の末行く。馬鹿試合すぎて草。バイエルンもパッとしないけど、ユナイテッドがそれをさらに上回るひどさでヤバいわ。うまく試合に入れてても守備陣のしょうもない失点から崩れてる。点差こそ惜しい感じになってるけど、内容ボロボロだった。ユナイテッドは期待値的に上振れたけど、バイエルンは下振れやったな。ポストで助かったシーンがたくさんあった。オナナは足元優先で置かれてるからセービングには目つむるつもりだったけど、今日の1失点目はさすがに許容範囲外。オナナ冗談抜きにアヤックス時代すごかった印象だから、なんでユナイテッドでこんなんなってるかわけわからん。実はユナイテッドが一番必要なのはデヘアセス。